皆さんどうもこんばんは。白熱フットボールタクティクスチャンネルへようこそ。本日は第44回目の配信でございます。ナビゲーターはお久しぶりです、タカでございます。よろしくお願いします。ということで本日は明治安田生命 J1 リーグ第30節でございます。だいぶ来ました。2021年シーズンももはや佳境という中で、今レイソルは皆さんご存知の通り残留争い一歩手前にいるというね、皆様がシーズン当初には予想だにしなかった状況ではあると思うんですが、まあそんな中ね、今日は重要なゲームでした。順位をまあ上下すぐ1個下かなにいるガンバ戦とのゲームということで、結果は残念ながら敗戦ということで、セットプレーに沈んだシルバーウィークでございましたね。明日から仕事が始まるということで、まあ連休の終わりっていうのは見えてきましたけども、まあ、勝利は見ることができませんでしたみたいな、ちょっとうまいことを申し上げてね、早速中身に入っていきたいと思います。では行きましょう。さて、本日9月26日アウェイでのガンバ戦のゲーム、結果は1対2での敗戦ということでございます。で、久しぶりですね、レイソルが支配率も上回り、そしてシュート数もね26本対8本ですからね、約3倍近くのシュートを打ってるという状況、そしてパス数も圧倒的に増えているというような状況で、まあ、結果的に負けるという形でございました。で、試合の中は、まあ、皆さん見てた通りだと思うんですが、終始ボールをキープする時間が長かったです。まあ、それもね、おそらく前半の早い時間に失点をした、で、まあ、すぐに追加点を挙げられたというところで、比較的ガンバがブロックを作って守る時間が多かったということもあったと思うんです。その中でレイソルがボールを持ちながら押し込むシーンというのが多かった、そんなゲームでした。なので、まあ、一重にガンバはよく守ったなという感じです。本当にガンバのチャンスらしいチャンスってこの2発だけだったんじゃないですかね、しかもセットプレーで。なので、まあ、ガンバからすりゃね、楽に勝った試合だったかな、楽というかですね、比較的攻撃の形はできずともきちんと結果を残すというところはさすがだなと思って見てました。はい、というところで試合のポイントでございます。今日はザザッと赤字で多く書いてますけれども、まず1点目、セットプレー2発、いや宇佐美選手のキックは素晴らしいですね。1点目なんて試合早々見てましたけど、もうこれちょっと怖いなって思って見てたら案の定でしたよね。触ってもいいし触んなくてもいいっていう速いボールをディフェンスラインとキーパーの間にこう流し込んでくる、でそれが結果的に入っちゃう、素晴らしかったですね。で、まあ、2点目も素晴らしいセンタリングで菅沼選手の強さ、セットプレー2発に柏は沈んだかなという感じです。で、良かったところ、これはですね3バックの攻撃の中で、まあ、前節の広島戦なんかはほとんど攻撃のいい形って作れなかったと思うんです。その中で今節はいい形が何個か作れたという一つの形が見えました。それが幅を使った攻撃、今回三つ丸とか、まあ、ワイドの北爪とかがきちんと幅を取ってサイドチェンジ的な形でこう大きく展開をするというところで、比較的3バックの強みっていうのが出た試合だったかなと思います。なのでそれは一つこの3バックをした時のカウンター以外の攻撃のオプションとして使えるんじゃないかなっていうのは感じたんですよね。でその3バックの両ウィングバックが高い位置を取って幅を作るっていう攻撃ができるようになった大きなポイントというのが、このサビオの展開力というのは欠かせないかなと思います。まあ、今までのシャルジソンとかシーハシとか豊島が悪いって言ってるわけでは決してないんですけど、これやっぱサビオって選手はやっぱこのボールを持てる、中盤で散らすこともできますし縦パスをつけることもできるし、かつこのボールを見ながら持ちながら周りを見て大きく展開するっていうキックも持ってるというところで、この選手の存在がある意味でこの3バックの両ウィングバックが高い位置を取るっていう攻撃ができたのかなというふうには思います。はい、そして、3つ目ですね、精細深く攻撃の形というふうに書きました。中身をもう少し見ていくと大きく3つに分かれるかなと思います。まずはフィニッシュの精度、これはもうシュート数26本で1点しか入ってないっていうのが物語ってます。かつ比較的まあ、前半かなのに関してはペナルティエリアの中に侵入して最後シュートを打つっていうシーンが何回かあったと思うんですよね。ただそれで結局1点しか入ってないっていうこのフィニッシュの精度、
まあ、ある意味でこの攻撃の形が一つ見えてきた中で、まあ、次はフィニッシュというところに課題があるかなというのは今日感じたかなと思います。おそらくネルシーヌ監督もまあそんなコメントをするんじゃないかなと思いますが、まあそこは一旦置いといて、はい、今ちなみに私は試合終わった直後なので、まだ監督のコメントは見てません。はい、そして、攻撃の形の2個目ですね。ポゼッションの時の、まあ、両ウィングバック今日高い位置取ってよかったねって話はしたんですけど、この両選手のボールを持った時の選択肢の少なさっていうのはやっぱ試合を通じて思っちゃいました。ちょっとこれは次のページでお話をしたいと思います。そして3つ目、これもですねちょっと次のページでお話をするんですけれども、パス回しが各駅停車なんですよね。ちょっとこちらも次のページで詳しくお話するので深い話は後ほど。そして最後、後半からこの3バックを 4-4-2 に変えてきました。前半、特に後半、前半の後半の方はですね、この3バックの2シャドウの瀬川とかクリスの動き出しっていうところで、相手の4バックとのシステムのこの食い違いがいいスペースを作ってたりとかいい攻撃を作ってたっていう部分はあったんですよね。ただそれをまあ変えて 4-4-2 に変えて完全にミラーゲームにしたっていうところの意図は私は分かんなかったです。そこら辺も含めてちょっとネルシーヌ監督が今日はちょっとなんかそれこそ制裁を変えたかなという部分は感じた試合でございました。はい、というところで早速深く中身に入っていきたいと思います。ではさて、今日お話をしたい3つのポイントを挙げさせていただいてます。まず1点目、ポゼッションの時の両ウィングバックの選択肢というふうに書かせていただきました。なので今日両ウィングバックの三つ丸と北爪には足が生えています。はい、棒が出てるのがこれ右足ね、これ右足でこれが左足だと思ってください。はい、で、基本的に北爪選手のボールを、まあ、こういう局面でもらった時の選択肢ってまあちょっとボールをキープしてボランチに返すか、プレッシングがきつかったらこの古賀選手に戻すぐらいの選択肢しかないですよね。ちょっとここのプレッシングが甘ければこのままボールと一緒に前を向いてね、こうやってこのままドリブルを始めていくっていうこともあったりするんですけど、それはまあある意味でまだまだプレッシングが強くなかった時のケースです。戻しますね。はい、なのでなんていうんですかね、左足しか使えてないんですよね、ズバリ言っちゃうと。もしここでね、水丸選手が例えばこの古賀選手からパスが入った瞬間にこの右足で瀬川とかにスパンってワンタッチで縦パスが入る、まあ、もっとよく言えば奥の細谷ぐらいまでスパンってパスが通るだとしたらめちゃめちゃ面白いと思うんですよね。このボランチじゃないですね、サイドバーハーフの選手も右足で内側のインサイドキックで入れてくるっていう選択肢があったんだとしたら、うまくこっち側もケアしながらプレッシングに行かなきゃいけないわけですよ。そうするとより一層こっち側でボールを持って前を向いてグイってこのままドリブルまで持っていけるっていう選択肢が増えるわけですよ。逆も全く一緒です。戻しますね。こっちも全く一緒で、ここでボールを持ってるこの北爪選手が左足でスパンってパスを通せるんだとしたら、このサイドハーフの選手は内側もある程度ケアしながらマークをつかなきゃいけない。より一層北爪が得意な前を向いた攻撃というのができるようになっていくっていう風な形で、この両ウィングバックの、まあ、ある意味今持ってる選択肢っていうのが利き足しか使えないっていうところで、もう完全にこの相手のマーカーからすればプレスに行きやすいんですよね。皆さんイニエスタとか見てください。イニエスタって両足蹴れる、かつずっと前を見てる、周りを常に見てる、ルックアップしてるっていうので、どこにパスを出すか分かんないから強くいけないんですよ。唯一レースの中でそれができてる選手って古賀太陽で、彼も常に周り見ながらボール受ける前にルックアップして周り見て右足でも左でも蹴れるっていうので相手のプレッシャーが行きにくい、強く行きにくい、そういうので選択肢が増えるわけですよ。ただまあ三つ丸北爪、まあ名指しじゃないですけど、まあ、他のレイソルのウィングバックの選手も含めて選択肢が利き足でボールを持ったら前を向いてドリブルをする、これはプレッシャーが甘い場合です。
か、まあ、戻すかボランチに当てるかっていうものしかないので、それ以外の選択肢を持つことによって相手の、まあ、ポゼッションの時の相手のマーカーというのを拡散させることができるというところはちょっと期待をしたい部分かなと思います。まあ、伸びしろって部分ですかね。なのでそこは少し1点目として挙げさせていただきましたと。そして2点目、各駅停車のパス回しです。これに関しては、まあ、今日比較的レイソルがボールを、まあ、持って、押し込む展開が多かったので、まあ、サビオと、シーハシがきちんと、まあ、前にもポジションを取って、スリーバックも比較的前にポジションを取ってボールを持つと。でこの2人も前に行くと、まあ、こんな感じの展開が多かったですね。で例えば古賀太陽がボールを持ってる時こんな感じですかね。はい。で比較的、まあ、ボールを全体的に相手の陣地の方に押し込んでいくという展開だったら、まあ、こんな感じですかね。この辺をちょっと上げましょう。はい、こんな感じですかね。でしたと。でそういう中で、パス回しをするときに各駅停車って言ってるのは、この人に次出します、こいつに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 出します、戻します、こいつに出しますっていう感じなんですよ。要は全くボールの動きというのが点と点でつながっていくようなパスでしかないと。これ相手からすれば楽なんですよ。じゃあ各駅停車じゃないパスって何かっていうと、例えばエメルソン・サントスがこのサビオを経由しないでここに出るっていうパスです。そうするとこのディフェンダーからすれば今ボールの方向いてますよね、プレッシングに行くんで。ただその時にエメルソン・サントスがここにパスを通せば、彼からすればもう目線が真逆になるわけですよ、こっちからこっちに。そうすると比較的次エメルソン・サントスの動き出しっていうのは、こいつが背中向いてるんでちょっと前にポジションが取れるとか、こういう局面局面でパス回しで一人一人にこうやってポンポンポンってパス出すんじゃなくて、例えば C 端から逆サイドに一気にスパンってパスが取ったとしたら、このボランチの目線がこっちからこっちに入れ替わるんで、そうするとこっち向いてるとしたらサビオがこう抜けられるとか、こういう形である意味パス回しというのが一個一個こういう風にいくんじゃなくて、一個飛ばしてあげる、なんか来ましたね、すいません、戻しますね、ごめんなさい、一個飛ばしてあげる、そのパスをすることによって目線がずれる相手のディフェンダーがいるわけですよ。そのディフェンダーの目線のズレによって動き出しがしやすい味方の選手が増えてくるというところで、こういうボールを持ってポゼッションをしている試合こそこのパス回しの質というのを変えてほしい。パス回しを各駅停車の一人一人に対してパスをパス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 っていうポゼッションじゃなくて、ここを一個飛ばしてあげる、ここを一個飛ばしてあげる、こういうパス回しをしてあげた方が絶対相手のディフェンダーからすれば守りにくいというのはあるかなと思います、というのは少しコメントをしたかったです。そして3つ目です。3つ目、後半からシステムを変えましたっていう話をしたんですけれども、前半まではこんな感じでした。実際にまあこんな局面が多かったんですけれども、それでね、比較的この瀬川がこの相手のこの辺のスペースにうまく抜けていくシーンって多かったと思うんですよ。それはまあある意味でこの2シャドウの選手に対して誰がつくのっていうのが分かんなかった部分とか、これのシステムのマッチングがなかったので、まあ、少し具体的に言うと、例えば古賀太陽がボール持ってる時って三つ目が高い人いますと。で比較的まあこの辺の選手がチェックに行きながら、この2ボランチはこのボランチを見てますと。でこいつはこいつを見なきゃいけない。でこの辺の選手は絞ってきたりして、こんな感じになるわけですよね。こんな感じでこの辺のスペースが空くんで、ここにパスを通してあげるということができるわけです。逆にこういった相手がフォーバック絞って動くわけですから、そうするとここのスペースが空くわけですよ。そうすると、まあ、さっき言ったようにサビオみたいな選手がいればこのボランチのところから逆に展開できる。そこでここでスペースを作って両ウィングバックのワイドの攻撃っていうのはできますよという話をしましたと。これが、まあ、今回相手が4バックで、今回3バックのレイソルの攻撃っていう部分の、まあ、システムが噛み合わないからこそ生まれるスペースを使った攻撃っていうのができるわけですよね。これが前半です。ただ後半、まあ、ちょっと選手は違えど、
まあ、こんな感じにしましたと。よいしょ。こんな感じですかね。はい。もうこれ完全にもうシステム噛み合わせちゃったんで、わかりやすいですよね。相手からすれば。わかりやすいですよね。もうぴったり、ぴったり、ここ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 。これボランチも変わらずここ。ここもここ。ここもここ。これやりましたっけ？まあいいや。で、こことここ。で、こことここ。自分の間がはっきりしたんで、分かりやすい守備ですよね。システムのマッチングが起きてしまったので、後半の攻撃は正直面白くなかったです。なんか、クリスティアーノのワンチャンゴリ押しシュートとか、なんかうまくフリックしたボールが流れてきてワンチャンシュートとか、まあ一点入りましたけどね。それ以外のところに関しては、まああんまり面白い攻撃できなかったというところで、後半からシステム変えたのは、なんでですかっていうのは正直思いましたというのが最後のポイントでございました。はい、皆さんはどう思いましたでしょうか。ということで今日はこんな感じでいきましょう。はい、さてそして、最後次節の予想ということで書かせていただきました。来週の土曜日でございます。対仙台でのホームゲームということで、見どころはざっと2点ばかし。これもね、超重要な6ポイントゲームです。まあ、仙台はね、今、降格圏にいるのかなというところで、この仙台に負ければ、降格圏との勝ち点差がまたぐぐっと寄ってしまうというところで、超重要なゲーム。ただ、残留争いというところも、まあ、残り数試合なので、まあ、数試合といっても、まあ、7試合かな、8試合かな、ぐらいだと思うので、油断はできませんが、ここでしっかり仙台叩ければ、まあ、残留も少し見えてくるかなっていう部分があるので、もう少し頑張りましょうというところです。そして最後ね、今回2連敗しましたけれども、まあ今のところ、まあ、連勝してきて今、まあ、連敗になってしまったというところで、まあ、次の試合勝つか負けるか、しかもこの重要なゲームで、連敗するか勝ちを拾うかというところで大きな分岐点になると思います。なので連敗を続けないこと、そして勝ち星を取れるチームになることというところで、次の試合はぜひ勝ってほしいと思いますということで、手短ながら次節の予想でございましたということで、また皆さん次回の動画でお会いできればと思います。バイバイ。